はい、どうもこんばんみー、ゆたりんでございます。今回はですね、ようやくキュービのキツネさんをねゲットすべくガチャをね引いていきたいなと思っておりました。でね、ちょっと他の声も入ってると思うんですけども、パルパルさんのキャスをちょっと見ながら引いていこうかなと思ってやっております。でね、もともとの予定だと、まあ次が独立の降臨ということで、まあ独立神のガチャで引こうかなと思ってたんですけども、まあそしたらね、今朝起きてみたら、なんじゃこりゃと、大召喚神ガチャというのが、まあ今回来てたので、まあこっちでガチャ引いちゃおうかなというようなことを思いましたと。で、星4下僕の出現確率がまあ2倍になってるよということで、星4の下僕の排出率が 5% になってるということで、まあ星1の下僕と一緒ってことだよね、 5%、 まあかなりのね確率で出てくれるんじゃないかなというようなガチャなので、まあ効率をちょっと考えてこっちで引こうかなと。まあキツネ1体に絞ってってなるとかなりきついんですけども、まあ図鑑開けばわかるんですが、まあ、星4の下僕でまだ結構持ってないのも多いので、まあ、この辺もね一緒にゲットしていけば、まあ、全体的な、ね、降臨だとか手配書とかその辺とかの強化にもできるんじゃねえかということでやっていきたいなとふと思いました、今朝起きてで、まあ、今日も仕事中ね、いろいろ考えてどうしようかなとは思ったんだけど、まあ、やっぱり引くしかないっしょということに、まあ結果としてね決まりました。まあ何十連して出るか分かんないけどね、本当にキツネが出るまで引きたいなと思ってて、まあお金がある限りなんですけども、まあ何百連になるか想像がつきませんということでね、まあ動画時間をね見てもらえば分かるんだけど、まあそれぐらいかかってますよという感じになると思います。ということで早速ね、まあ今ルビー1500個なので、まあとりあえずの30連でしょう、やっていきますか。でとりあえず最初の10連目で星4はまず1体確定、しかも下僕ね確定してるんで、まあこの辺は安心して引けていきますか。引かれよ、押し来た。やっぱり出やすいな、バチらないけど、まあ2個は確定と。起きた、2つとも下僕やん、これ来たべ、一発目から来ちゃう。麦わら帽子、うっ、あ、送ってくる、きつな、きつな、いや、クトゥグアさんはね、かぶっていいんですよ。あ、これ見れねえのか。クトゥグアさんはね、今回のね、アップデートで開眼して、まあ、マックスまで行くのはどうかね、かなり辛いところはあるんだけど、クトゥグアさん、クトゥグアさん、ね、手配書中ね、穴と一緒になるのかな、ぐらいの覚醒ができるんで、あ、もう行くじゃん。わあ、覚醒した。これでプラス 4% だからね、かなりでかいよね。ちょっとクトゥグアさんもレベル上げしないとダメだな。この覚醒海岸で、こいつはもう手配書で使っていこう。イグはまだ海岸してないから、まあ、初期のね、基本的にあんまり使わない2体が出ましたと。幸先悪いな、まあ、悪くはないんだけどね、クトゥグアが出た時点で。クトゥグアかぶりも美味しいけど、マジでね、キツネ、キツネ、キツネ、次は星3以上と。引かれや、ここで引かれ、引かれ、よっしゃ、来た、光るね、バッチリ、1個か、1個か、あっ、ガーッてな、だ、この前買ったんだよな。
かぶるな、ずいぶんかぶるな。いやでもやっぱ出やすいな、いつもより2連続で光ってるからね。うわ沼だな、どこまで行くかな。星4確定が10と50だけだもんね。だから光らない限りはちょっときついと。頼む光れ、よし来た、無事来た、バチレ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 、来た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 、これもゲットですよ。3つ、やば。アーティファクトまだ、うん、ご褒美はいいんだけどさ、持ってる。キツネガイヤー、ガイヤー来た。いや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 、パルパルさんゲットしちゃいました、ガイヤ普通に。やったー、いやガイヤは嬉しいよ普通に。だからね、こういうのも手に入るからね、やっぱ今回のガチャはいいですよ。あんまり星を持ってない民にとってはね、かなり。いやーいいねいいねいいね。いやでもマジでキツネ欲しい。っていうかね、本当に欲しいのはまあキツネでしょ。で、アイオン。まあ要はあれだよね、5000の討伐ネフティス。5000を討伐するための下僕がとにかく欲しい。この辺はマジで出てほしい。もうそこ3、まあ、実質3点狙いだよね。まあ、キツネがいないことには始まらないんですけども。ということで、ルビーがなくなったので、一旦買ってきます。来たか。買っちゃいました。1100。これでプラス20連できると。ということは40、50でまず1体を確定できると。ここで出ればパルキャスの恩恵が受けれる。光る、うん、光る。ここで光らねえのはきついな。うわーグロい。ノルトゥース、まあ下僕かぶりはいいけどね、星さんでも。おおにゃんこの2、これクリタマだっけか。そう今回のねアップデートで、なんだっけ、ど忘れした、あ無邪気の杖だ、無邪気の杖がねクリティカルダメージじゃなくメタルの方になっちゃったんでね、まあ、これはとりあえず降臨で役立ってくれるでしょう。星さんだけど、わーグロい、いけ頼む頼む、ここでここで光る、よし来た、来い来い、バチレバチレ、いやアーティファクトで持ってないの、持ってないの、なんでやねん、きつねえ、石さん、はあ、いや石す好きだけどさ、好きなんだけどさ、ああ勝ったぜ。また音聞いてた。気づかなかった。やばい。どんどん沼にはまっていく。いや、50連でもう気持ち的に結構きつくなってきてるからね。ね、チラシは確実に。頼む。マジで頼む、ここで出てくれ、来い、光れ、よっしゃ、結構光る、バチだバチね、くそ2体割れて、やっぱりアーティファクトはこの1個に俺はかける、来いキツネキツネくそ、きつい、きつい、マジできつい。ちょっとパルキャスで美和さんが俺の話題を出してるんだけどね、書いてんだけど、俺はねガチを引いてるんですよ。
帰り討ちにあって。ミヤさん可愛いな。それ置いときたくないけど置いといて。いやマジでさ。やばいやばい。マジで引けねえ。なんでみんなキツネ持ってんの。あーきつい。あーデスカトリポかうめえ。ピースうめえ。あーもう一回。よいしょよいしょ。嘘を買ったぞ。まだこれで40までしかいかないけど頼む。あーもうやっべきつい。やばいぞこれ。ちょ待てよ。ダメだ。やばい。ミワリンカップルでなんやね。なんだそれ。あミワさんと俺ってことか。あれカエル出た。ちょっとねパルキャスも見てんだけどさ。よし手配書、手配書いいぞ。次回の手配書楽しみだぜ。クトゥグアもいるし。あとがパケと覚醒できるじゃん。いいからキツネ頼む。ヒカメよし来た。久々バッチリよここで。おいやばい。よしよし下僕頼む頼む。パルキャスの恩恵をここで。キツネテラスお前2回目。お前好きだけど水着の方好きだけどお前じゃないよ。マジかやばいな。これ90連引いてんだよ。やばいな。もう1回破産する。マジやっべえぞ。なんだこれ沼すぎんな。マジでキツネこんな出ねえのかよ。やばいな。今いくら使った。4万ぐらい。4回課金してるの多分ね。もう記憶いない。やばいぞマジで。他にもいろいろお金使い道あるんじゃボケ。いい加減出ろ。よしバチでバチでバチッと。よし来た。ここで来たべ。3つお前アルテミス。いいぞ。とりあえずキツネキツネ。やっぱりなキツネスサノ。いやこうだこれ。いやいいんだけどさ、いいんだけどさ。マジか。どんどん増えてんだけどさ、やっぱ1点狙いはきついぜマジで。3つ出るとかやばくねマジ。普段ねえだろそんなの。来い。よしうまい。パチン2連打。あパチンね。うっよしよし2つ来いよ来いよ。きつね。あもう引っかったんけるおめこの野郎すぎんね。きつねえ。石津これやばやばしか出ねえ。きっつ。いやほんときついわ。待って一応いくら使ったかさ記録しとかないと。これやばいぞ。10万いくぞ多分。5動画見返さないと覚えてない。よし頼む。出やすいんだろ。うわなんで引かん。ここで引かんないのは痛い。いやそうですよね。いや下僕はめっちゃ出る。マンドラちゃんメルセゲルス、メルセゲルもうダメ。パルキャスが重くなってるな。
食べたすら重くなってるけど、いいか、俺は引く。頼む、そろ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 来てけろ、マジで。マジやばやばいぞ、そろそろ、やばい。待って、今何十年目、次で140。これマジか、沼すぎんな、おい。よし、とりあえず光ってくれたら安心。バチンない、もう疲れてきたんだけど。よし、ゲボ、とりあえずゲボク、頼む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 、キツネ。ヒップノス、いや、ヒップじゃなくてさ、アイオンカソネフティスにしてけど、マジでこれやばくね、マジ。いやー、お金が飛んでく。いやー、やばいね、もう気持ち的に超やばい、マジ。きつー、なんでみんなそのポンポンさ、キツネ持ってんの、みんな頼むよ、マジで。光るし、光れば少し気持ち楽になるけどさ、でもバチんねえもんな。お、でも似た、頼む、そろそろキツネ、お前よ、頼む、キツネ、キツネ、おい、くん、やばやば、これマジどうすんのこれ。やばいぞやばいぞ、つらい。よし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 、バチン、いや、バチンねえな、おい、頼む、見たい。よし、そろそろキツネ、バルちゃん、バルも好きだけど強いけど、頼む、マジでキツネガッツカプリック。マジで足がプルプルしてきた、これやべえな、やべえな、出んのこれマジで。よし、なんかもう光ってもね、よっしゃーってならねえよね。はい、よし、下僕下僕、そろそろ来るっしょ、頼むよ。ちょっとね、言葉が出ない。よし、疲れた。マジ光ってもさ、おし、みたい、キツネ、おい、何回キツネ言ってんのよ、マジ。頼むぞ、キツネ、瀬戸も何回でも、パルキャスの呪いじゃね、え、やば、マジかよ、死ぬ。うわー、これ明日の寝起き最悪だな。頼むぞ、これもう200連目まで行っちゃうぜ、もう光すらしねえ。もう何も言えねえ、星4かぶりばっかりだね、星4出ても。頼む、200連目、ひっかん、マジ1体だけやな、え、これはきついぞ、ここで出ればいいんだけど、いや、こんな予定では。頼む、きつね。
いや今朝の俺死ね今朝の俺死ね。なんかね、課金のしすぎでカードが1回ね止まるんだよね。上限は全然いけるんだけど。いやー200いっちゃったよ。このままどこまで行くんですか俺は。そろそろやべえぞマジで。そろそろ来い。いや引っかねー、めっちゃ沼やね。もう元気がなくなるマジで。そろ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 来るじゃん。キツネキツネ。マジで。いやーやばいやばいやばい。マジ。ビールを飲んでから始めたんですけど、もう酔い冷めたよね。こんなやばちょっと待って、もう10いってんだけど。今200いったっしょ。ちょっとね250で止めるわ、これ無理だわ。ちょっとね厳しい厳しい、マジで厳しいよ。引かんねえもん、もうちょっともうダメだね。あー確定遅れた、もうなんか嬉しくね。どうせかぶりでしょと思っちゃうもんね、ここまで来ると。頼むよキツネキツネ。うわ食っていくわ、また2回目だ。食っていくわ、もう嬉しいんだけど嬉しくないよね、ここまで来ると。ちょっとねダメだ、次の独立だやっぱり。キツネはマジで出ねえ、これやばい。ようやく引っかっ、久々だわ。バッチリはしないけど。よし頼む頼む、キツネ。やばいマジで出ねえ、来いよキツネ。ルシファーカブ独立2連チャンだけどさ、やばいぞこれ。なんで引かれ、ここで引か、もうダメ、これ最後だ、無理だわ、絶対出ないこれ。キツネ、なんけど私が出たけど、あーもうダメ、出る気しない、もうしないのな。ちょっともう無理、もうダメ、引く気しないわ。あやばい、ね、何を言っていくのかわからない。ということで無理、250円回して出ないっちゃもう出ないでしょ、ダメです、やめます、ダメ、もうほんと無理、やってらんねえわこんなの。ということで、23日月曜日、独立ガチャ来ると思うんで、そこで改めてもう一回引きます。あれ、もう10万使ってね、これ以上引いても無理だわ。アイオンもネフティス、出ねえわ、これじゃ。ああ、きつい。いや、報酬はあったけどさ、あったけどね、これは無理だわ。本当にやってらんねえ。テンション型落ちだわ。
ということでね、まあ個人的には爆死の動画になったと思います。まあ、ね、見る人見れば欲しいのも出てるのかもしれないんですけど、やっぱり1点狙いはダメだな、独立ですね。ちょっとお金の使い道を考えなきゃなせっかくの宝くじも、まあちょっとね他に使えるところもあってね、まあ今計算をしてたんですけど、まあ使えたあと10万ぐらいでしょというところで、まあその10万を独立に使うかどうかは別として、まあ独立を100ぐらい引くのかな、わかんないけど、本当にキツネが欲しい。まあ独立引いて出なかったらもう当分引かないと思うけどねもう本当ネガティブになるわ。はい、ということでね、ちょっと僕自身はネガティブになってたあれなんですけども、まあ飯馬動画としてね、皆さんの心に収めといてください、このグロ動画を。もうこれはねノンストップ、まあ課金してる部分はカットはしますけど、まあ、それ以外は基本的にノンストップでもう流しますまあ案の定爆死じゃんっていう動画になってると思うんでね、まあ、楽しんでいただけたらいいかなと思います。ということでね、まあ高評価よろしくお願いします。でね、チャンネル登録も皆さんぜひぜひよろしくお願いします。であとね、ツイッターの方も、まあ、最近あんまりツイートしてないんですけども、まあ、皆さんとね絡めるいい場になってますので、まあ、ツイッターやってる方ね、ぜひフォローしていただければ嬉しいなと思っております。ということで、お金を大量に使って今回は終わりにしたいと思います。でまた次回のね動画でお会いしましょう。バイバイ。